図書館総合展は図書館をテーマとする展示会。主催は図書館総合展運営委員会。1999年に第1回が開始され、毎年10月から11月頃に3日間かけて開催される。第5回図書館総合展までは東京都千代田区の東京国際フォーラムで、第6回以降は神奈川県横浜市のパシフィコ横浜で開催されている。 図書館関連としては国内最大のイベントであり毎年10月から11月頃にパシフィコ横浜で3日間にわたって開催される図書館に関わる諸団体がフォーラムを行ったりブースやポスターを出展する主催者は図書館運営者関連業界とコンタクトを持つのに最大かつ最良の機会であるだけでなく読書、学習 研究環境についての最新技術と知見が一堂に会する場であるとしている。2006年からは NPO 法人知的資源イニシアティブによるライブラリー・オブ・ザ・イヤーの最終戦公開なども行われている。2017年の第19回図書館総合展にはおよそ500団体が出展し、延べ3万人が来場した。141の企業や団体が ブース出展を行い、約90の講演会やフォーラムが開催され、大学生や各種図書館やエンピオによる約80のポスターが展示された。パシフィコ横浜で開催されるメインイベントの他に、全国各地の図書館関係施設を用いた地域フォーラムを開催している。2011年には京都市で地域フォーラムが初開催された。2013年は、 熊本市と伊勢市の2地域で、2014年は3地域で、2015年から2017年は4地域で、2018年は3地域で、地域フォーラムが開催されている。ありがとうございます。